はい、おはようございます。本日は5月17日ですか。合ってるよね。金曜日、今午前4時由来ですね。まあ5月17日ってのはね、どうでもいい話なんですけど、ももいろクローバー Z のね、結成日らしいですね。昨日ニューアルバム買ってきました。さて、それは置いといて、今日もですね、週末、赤羽フロンティアさんのこの週末情報というのをね、撮ってみたいと思っております。なんかね、喉がおかしいんだね、ずっとね。別にカラオケ歌いすぎてるわけじゃないんですが。さあ、マルゼンさんの Mac 11、再入荷してきましたよ、新しくね。13,110円。うちのはね、これみんなね、税込みになってますんでね。そして DOR もまだあんのかな、廃棄場ね。あの普通のやつですね、いわゆるね、普通のやつって変な話だけど、ちょっとミスっちゃったらしいですよね、丸井さんね。はい、こんな感じで丸井さんの商品出ておりますね。丸善さんのも出ております。ケーシーもあるし、マルシンもあると。いやー、しかしほんとみんな高くなっちゃったなー。まあどうしてもね、今ね、数そんな作れないんでね、なかなかメーカーさんも大変ですよね。さて、これがね、APS-3 のね、マウント付き組み込みモデル、好評なんですよ。今ネットで品切れになってんのかな。まあ一応店にはあるんですけどね。あと、シューティングタイマー類とかもね、ありますね、これね。はい。ターゲットもありますし、BB 弾も今あります。酒井さんのね、レビュー品。ここにちょっとちっちゃいのウィンドウの中に入れてですね。はい。さて、マウントリング。割と、売れてるみたいだな、俺。さすがにこの金額。安くなっておりますんでね。よろしくお願いしますと。ハイキャバ DOR のこれね、チェッカリングの方なの。要するに、ここのとこね。ちょっと違うイレギュラーモデル2456789、あと8本、ある意味希少品ですからね、これね。で M40 もね、まだありますね。特価で売っております。 26,800円。マウントリング付きになるとさらに安い、27,200円でマウント付いてくるってことですからね。はい。またこの AK のがやっぱ残ってんな。あとデトニクスもね、まだありますね。P90 ピンク、これも特価になってるみたいですね。ああ喉痛い。ずらーっと電動ガンが並んでおります。電動ガンが並んでおります。どこ行っても電動ガン。おい。そして870とか1100もね、だいぶ落ち着いてきましたね、さすがに。な感じで出ておりますんでね。870ストック、ソードオフ、そして、ブルドック。ブルドックまだありますよ。ブルドックっていうのはね、このフォアエンドついたモデルですね。870にね。で、値段据え置きということでね、かなり安いですね、これね。さて、酒井さんのコーナーであります。これをスキャンすると、これで出るらしいですね、動画が。で、新しいのはね、そう、早速 Mac11 のね、再入荷のやつ、再販したやつもレビューしてなさっておりますんでね、そのうち上がるんじゃないでしょうか。あとなんかこれ苦戦してたなぁ。すげえ重いんですって、これ。アレスのない電動ガン。こういう形のですって。これ12万すんだ。はぁ、これが7万円で売ってますんでね。かなりお安いんじゃないでしょうか。そして L85AFV。L85 のね、こういう形のやつですね。綺麗に入ったな。ほい。そしてステア。これも新しく入ってまいりました。JG エアーソフトですって。そして870と G&P の XM177、G&G のスプリングフィールド。そしてここら辺はまだ前からあるやつですね。さて、こんな感じですよ。こっからはね、いつもね、あんまり撮らないんだね、何もね。
うかつにとって何か喋るとボロが出てしまうという、ことでね。さあ。スコープがね、今切れちゃってるんですよね。うちのやつね、もうそろそろ上がってくるはずなんですよ。XT6 もね、また入ってきますんでね。いつ頃来んのかな？そろそろ来んのかな？はい、BB 弾とかね。この辺が、丸井さんの純正パーツですね。はい、ということでね、ちょっと簡単ですが、店の様子を撮ってみました。相変わらずね、お店の方は午前11時から午後9時までね、年中無休でやっておりますんで、週末もですね、普通にやってますんでね、よろしくお願いします。先週バカ祭りでお祭りでね、ちょっと赤羽ね、想像しちゃったんですけど、今日あたりはおそらく 静かだと思いますんでね、よかったらね、来ていただけたらなと思います。そしてついでに上も撮っとこうかな、まだ時間あるから。ということで、ここはライトオフ。何も登ると、3階です、ここはね。はい、 APS の練習会はい、あとね、本大会の案内、そして6月23日ね、ヤフーカップまたあるんですよ、岡崎でね。で、今週日曜日ね、ここでね、酒井さんがね、なんかイベントやってくれるらしいんでね、よかったら皆さん、酒井さんに会いに来てくださいね。はい、ということで、簡単ですけども、ちょっと、撮影してみました。咳が。はい、最後までご視聴いただき、ありがとうございました。